にちは、成田です。今回は、アカウントを複数お持ちの方ですね、に、簡単に、まあ、切り替えがアカウントで切り替えができる方法を、教えていきます。これはツールというか、あの Chrome にですね、こういった機能を追加できるんですけれども、まずアカウントスイッチャー for eBay ですね、検索していただきます。すると、まあ、一番上に出てきた、こちらですね、アカウントスイッチャー for eBay を、クリックをしていただいて、これはまあ条件というか前提としては Chrome をですね、 Google Chrome を、まあ、このようなやつですね、検索ツールですね、使わないと、この機能も追加できませんので、まだですね、インターネットエクスプローラーとかお使いの方は、ぜひですね、Google Chrome、を使っていただく、検索の際、または eBay をいろいろ使う際は、使っていただくことをお勧めします。はい。で、こちらが、まあ、私はもう使ってしまっているので、追加済みというふうになっているんですが、本来ここ青くですね、Chrome に追加というふうになっておりますので、こちらをクリックしていただいて、作業完了というふうになります。で、無事に追加されますと、この右の上の方にですね、こういったちょっと eBay っぽいカラーのカラフルなやつが出てきますので、まずこちらをクリックしていただいて、で、ですね、いろんな、まあ、複数のアカウントを登録できるので、で、eBay に登録している E メールアドレスを、それぞれのアカウント、あとパスワードですね、それぞれに分けて、登録していただくような感じとなります。で、使う際はですね、こちらを、まあ、同じようにクリックして、変えたい、切り替え先ですねのところに、これサインインというふうに押していただいて、ログイン画面が出てくるので、そこでログインしていただければ、もう、アカウントの切り替えが完了となります。この Chrome はですね、他にも、まあ、いろんなこう便利な機能がありますので、今回はこちらの、アカウントスイッチャー for eBay の、使い方と、なりました。皆さんもぜひ活用してみてください。ありがとうございます。